神奈川県民は光るものが好き。カボシャラッキーシャーラクだよ。こんにちは、こんばんは、小林シャーラクです。いきなりなんですけれど、皆さん疲れてませんか？疲れてませんか？オイラは疲れてます。都会に、日々の喧騒に、そして日夜訪れる無に。そう、今回はですね、疲れたオイラが癒しの旅に出る動画となっております。そもそも普段テレビでね、 YouTube 見てるんですけど、何を見てるかというと、まあひたすら風景、空とかね、あとドライブ、あのひたすら車が高速道路を走ってるだけの動画とか、あとオーロラとか星空とか、そんなもんばっかりをね見ながら音楽を聴いてるわけですよ。でね、なんかこう調べたんですよ。都会にいながらも何か癒されることはないかと。ありましたよ、プラネタリウム。でもね、まあ面倒いじゃないですか、外出るの。ということで、それっぽいのを今回はネットで調べて買ってみました。なんと外に出なくてもプラネタリウム、正確に言うとプラネタリウムではないんです。プラネタリウムももちろんあるんですけど、今回はプラネタリウムっぽいものを購入してみました。はい、ということで届きました。スターライプロジェクト、あれ、スターライト、なんかね、リモコンでいじれるんですよ、光とか。あと Bluetooth で携帯の音楽かけたりもできるんです。スピーカーとしても使えてね。で、音もそうなんですけど、光も赤、白、青、緑、この4種類を2つミックスすることもできて、動かすこともできて、なんか水の流れみたいに、かつあと星っぽい点、星ではないんです、点ですね、がまあ光ると。今部屋真っ暗です。それではどうぞ。ギョー、これすごくないですか？もういっそオーロラじゃないですか、ていうか星空じゃないですか、癒し超えて宇宙じゃないですか、ゲーミング癒しじゃないですかっていう感じで、こうやってね、ヨヨヨヨンってこう、今は緑と青合わせたやつが水のように動くと。ほんでね、この点が、これが星ではないんですけど、星っぽく見えるぞっていう点がね、まあこうついたり消えたりするわけです。でこれがまあ天井一面にビビビャーンと映る、ほら消えたりねするわけですよ。まあこれちゃんとしたやつ買ったらさ、星もちゃんとした星、星座の通りに映ったりとか、天の川だとか流れ星とかもね、あと Wi-Fi につながってるやつはそのリアルタイムで今の星座とかが見れたり、流れ星が見れたりとかするんですって。でもまあぶっちゃけ星はあんまりわからないので、ぽいものでいいかなと思って、今回はぽいものを買いました。これなんとね、3000円くらいかなで買えたわけですよ。ゲーミング癒しが3000円くらいで、オイラのやつのもう一個上のやつだと音声認識入力に対応してるので、 OK Google みたいな、オイラはうちはアレクサですけど、言うとなんかいろいろできるんですけど、オイラはもうこれ自体もリモコンに組み込んで、うちのアレクサさんに、アレちゃん、まあ、アレちゃんって呼んでるんですけど、アレちゃんに星空って言うと、もうこれがピカーッとなって、でなおかつヒーリングミュージックが流れるっていう設定に構築したので、もう癒されると。これね、お酒飲む人とかこれでお酒飲めるんじゃないですかねと勝手に思ってます。ということでおすすめ、これめっちゃおすすめっす。ムーンになりたいとき、ムー違うな、もうムの人、おすすめです。いかがでしょうか。ということで今回はシャラクおすすめムグッズ導入してみました。これね、オイラはまあ寝るとこにの天井にこれつけて、星空で電気も消えてこれがついてっていうのを連動させて、で癒しの音楽が流れるっていうのをやってるんですけど、まあね、いいんじゃないかなっていうのは、オイラベッドに横になるともうめちゃめちゃ寝つき良くて、5分も持たずに寝ちゃうんです。だから
見たことない。以上です。ではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。小林しゃらくでした。バイバーイ。